はい、酒好きな俺ね、一度が始めていきたいと思います。今回は、極ゼロ、発泡酒。世界初、プリン体ゼロと糖質ゼロの先駆けとなったやつですね。アルコール度数が 4%、発泡酒です。発泡酒において世界で初めて 100ml あたりプリン体 0.00mg を達成した商品です。原材料が麦芽とホップと大麦と苦味料とカラメル色素とスピリッツ、糖水溶性植物、食物タンパク質、食物繊維と、エンドウタンパク抽出物と、香料と酸味料と安定剤、カッコアルギン酸エステルと、甘味料、カッコアセスルファム K です。多いな。アルコール度数 4%。ちょっと少ないですね、アルコール度数がね。さあ、先駆けとなった、この札幌の、売れ行き好調という、ね。本当なのか。本当なのか。ああ、これダメだな。もうここのね、残ってる部分をすすっただけでもう、わーってなるわ。あ、もうこれ分かった。これまずい。絶対まずい。乾杯。あ、でもちょっとマシだな。サントリーのやつよりマシだわ。うん。朝日のと五分五分なんだけど、やっぱ朝日かな。わからん。ちょっとマジで飲み比べないと、わかんないですね。こうやって、こっちに朝日、こっちに、札幌を行って、こうやって飲まないと、どっちがどうなのか覚えてない。朝日のどんなんだったかな。まあ、少なくともサントリーと、キリンのはまずかったんで、これだけは間違いなく、もう除外として、この、プリン体ゼロと糖質ゼロで飲むんだったら札幌か朝日ですね。間違いない。まだマシだ。朝日だな、これな。なんかあんまりうまくないぞ。だいたい苦味とかの、ものが、一切ないぞ、これ。大丈夫か、これ。苦いっていうかなんか、おかしいな、この苦味も。曖昧すぎねえか、なんか。にしてもこのチートスうめえな。チートス。チーズ味。チーズ味やっぱうまいね。極ゼロ。やっぱあれだな、朝日すごいな。なんだかんだ言って。朝日これアルコールゼロのやつもあるんですよ。朝日のやつ。それも一番うまいと思ったね。アルコールも全部ゼロのやつ。アルコールもプリン体も糖質もゼロのやつあるでしょ。あれね、全社のもあるんですけど、やっぱね、朝日が一番うまいわ。いや、さすが朝日だな。これ多分俺の朝日のあれが上昇したわ。物価が。物価っていうか、俺の中の価値が。やっぱ朝日だな。今度
ご褒美に俺が、あれだわ。スーパードライのあの、工場3日以内に出荷しましたみたいなやつあるじゃん。あれ買うか。買ってあれ飲んでよ。あれ美味しいよな、確かに。うん。確かに美味しい。新鮮なやつ。うん、男は黙ってスーパードライだな、やっぱな。うん、これダメ、この札幌のまずい。札幌、世界初の極ゼロは2つのゼロだけじゃない。うまい、うまい、ごくっとすっきり、このうまさ、うまくね。バカ言え。どこがうまいねん。お前らビール飲んだことあんのか。仕方ないんだろうな、これは。サマーズの、誰だっけ。サマーズの、三村と、誰だっけ。忘れた。サマーズの二人と、あとよくわかんない女の人。うん。これ誰だっけ？サマーズのこれ誰だ？このメガネの人って。忘れた。誰だったっけ？あ、書いてあった。大竹だ。世界初の極ゼロは？わかったわかった。わかったわかった。キリダニミレイさん。いや、サマーズはいいと思うよ、個人的に。別に。関係ないけど、あれよか好きだ。有名なとこで行くと、ダウンタウンの、誰だっけあれ。やばい。ダウンタウンの、誰だあれ。うん。あれ嫌いです。松本じゃない。間違えた。松本はいいんですけど、もう一つの方。松本じゃなくて、あれ誰だったっけな。うん。あれ嫌いなんですよね。まあ、あれ嫌いなんですね、ねって言うけど。別にそこまで嫌いじゃないんですけど、まああんまり好きじゃないな、あれな。まあでも個人的に、干された芸人の、ね。まあ、うん。人で、あれ、なんつったっけな？やばい。やばい、マジ若年性調症だ、俺、これ。出てこない。なんだっけ？ほら、法律相談所やってた人。行列のできる法律相談所のあの人ね。あの人は別に俺好きではなかったけど、別に嫌いでもなかった。ちょっと嫌いなんだけど、いい時もあったんで、まあ、五分五分ぐらいだったんですよね。まあ、だから別にいいんですけど。まあ、関係ないんで。まあ、
だいたいテレビ見ねえしな。あ、これこれ。関係ないけど、俺以前飲みましたけど、ホワイトベルグっていう、第3のビール、これ美味しいですよね。これ札幌か。うん。いや、これは美味しいですよ。うん。ホワイトベルグ。札幌。札幌のちょっと商品でも紹介しとくか。関係ねえけど。これが札幌だから。ね、もうネタに尽きたんで。これめっちゃまずいけど。10月21日発売？まだ発売してねえじゃん。札幌の黒ラベルの東北ホップ 100%。へぇ。これ東北ホップってやばいんじゃないの？放射能とか浴びてないの？これ大丈夫なの？これ、大丈夫なの？東北って言うけど。やべえんじゃねえの？少なくとも。まあ、売ってたら買いますけど。まあ、10月21日なんで、まだ全然、あと1ヶ月、1ヶ月ちょい、ありますからね。そして札幌、黒ラベルの北海道っていうのがありますね。ザ・北海道。北海道限定ビールだって。はぁ、あ。俺関係ねえわ。北海道限定かよ。まあ、ぶっちゃけた話、北海道限定とかさ、結構あるけどさ、札幌クラシックって北海道限定だけど、普通に売ってたからな。これ。札幌クラシック、普通に売ってたよ。コンビニで売ってたよ。最近見たよ、俺。てか、俺も前飲んだし。別に大したことなかった。北海道限定とかって大したことなかった。だからもういいやと思った。うん。あ、これありますね。同じく10月21日発売の北海道限定の札幌クラシック2014フラノヴィンテージだって。っていうのもありますね。まあ、10月21日ですから、まだですけど。あ、来ました。冬物語、札幌。9月30日発売だって。もうちょいですね。あれ？ん？麦とホップ赤。また発売するの期間限定。9月17日だって、もうちょいだ。麦ホ赤はうまいっすね。確かに。確かにうまいと思う。やっぱまた限定醸造ね。いや、麦穂赤は普通にうまい。普通にうまい。で、あと札幌、東北麦とホップ。麦と東北ホップだって。ザ・ゴールド。これはもう東北限定商品ってなってますね。で、俺の一押しホワイトベルグ。これはうまい。うん。こんなん、目じゃない。こんなゴミみたいな。もうこれっぽいですよ。もうこんなん。よくこんなん発売したなって。うん。感じ。で、あと俺、関係ないんだよ、俺。あれなんですけど。ノンアルコールビールテイスト飲料。で、9月9日発売。あ、明日発売だ。
札幌プレミアムアルコールフリーハウルブレンド赤だそうです。まあ飲みたきゃうまければ買う、まあうまいってことないと思うから買わない。アルコールフリーじゃ当たった試しがない。ここで買いません。まあ、個人的に、この中でも、あ、なんかあれだな。札幌ってドラフト1もあるのか、これ。クソまずいんだよな。一番多分飲んだビール系の飲料の中で、一番うまかったの、まずかったの、これドラフト1ですね。これ札幌かよ。もう、まずすぎです。吐き気を催すほどの。レベルだったからな、これ。ドラフト1。これやべえよ。本気で、本気であの、吐き気を催したからね。で、札幌で発泡酒といえば、こちらの極ゼロ以外にもう一つだけあって、札幌の北海道生搾りっていうやつですね。これ結構美味しいと思うね。うん。生搾りね。あと安定の麦とホップ。ザ・ゴールド。うん。これも普通にうまい。でも個人的にやっぱホワイトベルグだな。うん。やっぱね、このホワイトベルグはね、うまさはね、ビール大国ベルギーでね、最高ランクの三つ星を受賞しましたって書いてありますけど、そんなの関係ないんですよ。俺大体そんなの知らなかったし。飲んで、俺これ5つ星つけましたけど、あれ ?4 つ星だっけ?つけたよね。うん。これ俺以前飲みまして、5つ星だか4つ星つけた気がしたんだけど、俺何つ星つけたっけ?これで俺5つ星つけてたらマジ神。俺はもう、神と呼んでもいい。多分、自分のことを。そこまで神の下は俺は持ってないと思うけど。かなり、まあ多分間違いなく四つ星はつけてるんで。それは知ってるんですけど。どうだっけ。ホワイトベルグ。あれ?あれ俺ホワイトベルグいつ飲んだっけ。あ、あったパート560で飲んでますね。はい、先ほどの認識動画始めていきたいと思います。今回はおすすめの4ですね。4つ星つけてます。これは非常に美味しい。普通のやつと違ってこちらは、なんと言っても、なんだ、あれですよ。これ、オレンジピールですよ。オレンジのような香りがするんですよね。オレンジのような酸味の、てか、オレンジの香りがするのがまたすごい。これはなかなか、昔ありましたけど、確かサントリーの、春、華やぐ香りとかなんか、そんな感じの、忘れた。春なんとかな香りとかいう、あれも美味しかったな。あれも同じく、オレンジピール使ってます。ね。で、まあ、使ってるんで、まあ、結構ね、あれ美味しい。うん。
あれは美味しい。あれ？あれ？俺グランドキリンの、あ、全部俺飲んだっけ？グランドキリンって。あ、飲んだか。グランドキリンは飲んだっけな？多分。グランドキリン俺全種類飲んだような気がしなくもないんだけど。どうだったっけ？グランドキリン。ああ、グランドキリンまだ俺上げてなかった。グランドキリン多分まだ上げてないな、これ。あれ？多分上げて、な。あれ？あ、多分上げてないですね。でも録画したはずなんで、多分全部飲んだはず。いや、にしてもあれだな、上げてない動画ありすぎるな。多分めっちゃあるぞ。取りだめ分がめっちゃあるんだけど、どうしようかな、これ。困ってしまって、さあ大変なんだ。まあいいか。まったり行こうぜ、まったり。うん、これでいいわ。もうこれでいいわ。2222でいいです、これ。ダメ、まずい、これは。極ゼロ、まずい。ご視聴ありがとうございました。